大野さんに買ってもらいたたかったいやー大野先生あなたの喜ぶ顔が見たかった大野さんをみんなで盛り上げて勝つドラゴンズが見たかった大野さんが戻ってきて勝ったらまた空気変わったんじゃないかなって思うんだななんか今から勝つのは奇跡とかまああるのかもしんないけどできるんじゃないかなと思うんですよ。ねなんか なんか普通で考えなければでもな勝てなかったなあのー、ね中田の大将も悔しいんだと思ううんまあ最後にね一本なんかちょっと出たけど暴走なのか何なのか何か一瞬でランナーがいなくなるという細川さんまあでもいけると思ったんだろうなあまあたらればですけどあれがまあね 言ってたたらまた空気も変わってたのかもしれないしんなこと言ったらもっともっと前にね点取れたのかもしれないしなあ勝ちたかったよな大野さんに勝ってもらいたかったなクソ簡単に連敗簡単に借金中うんーードラゴンズよ目を覚ませいけいけドラゴンズ